まあ、その最近小さい頃とか聞いてて無意識に聞いてて、今改めて聞いてやべえかっこよかったなとか、これいい音だったじゃん。でそれを今にいいのかなって思えるのは小さかったなみたいな話をすることが多いんですけど、人生の音とかビートのね909なのか、909のような音が話すがピントの音とかですね、何なのか分かりませんが、ちょっとそういうピントの音とかですね、ピントとかやね、改めて聞いてみると、多分これはほとんどの日本人が聞いたことがあるんじゃないかという曲ですね。ジャストンでポジティブ